皆さんこんばんは。本日はとんかつ和光で食べ放題です。今回の店舗はショッピングモールの中にある店舗だったんですが、内観はこのように和モダンという感じで非常におしゃれでしたね。簡易的なものなんですが、このような仕切りもあって半個室状態で飲食をすることができました。今回オーダーしたのは期間限定の花ごよみ、税込み1380円でございます。相方の方は、盛り合わせサザンカ1380円税込みです。このようにね、ヒレカツもしくはロースカツプラスチーズメンチです。15分ほどで運ばれてきました。こちら花ごよみの方ですね、右から、桜エビのクリームコロッケ、エビフライ、ヒレカツです。相方の方も見ていきましょう。ここはね、この2つは一緒でございますが、チーズ入りメンチにチョイスが可能でしたので、ロースカツを今回はチョイスいたしました。卓上にはですね、ソースと柚子ドレッシングが備え付けられております。せっかくなんでね、たくさんの種類を食べたかったので、相方とシェアをして、なるべくね、たくさんの種類を食べられるようにオリジナルの盛り合わせにしてみました。まずはね、キャベツ、たくさん、こちらもねおかわり自由ですので、柚子ドレッシングをかけてみました。ちなみに、キャベツ、ご飯、そしてお味噌汁が食べ放題となっております。それでは早速チーズ入りメンチからいただきます。結構ね、肉汁が出てきて、はい、あのチーズも入ってますので非常にジューシーで美味しかったですね。ちなみに、ソースだけではなくって、別注というか、あのオーダーすることでね、あの無料で塩と醤油をいただくことができました。そして嬉しいポイントとしてはね、お味噌汁がしじみ汁なんですよね。これは非常に嬉しいポイントだと思います。ちなみにこのチーズ入りメンチは、ソースという選択肢がオーソドックスだかと思うんですけどね、私先ほど醤油をかけて、結構醤油おすすめですよ。はい、でこちらはロースカツですね。こちらはまずは塩でいただいてみました。正直言うとですね、そんなにロースカツは厚みはなかったですね。ただ当然のことながら揚げたてですので、衣はねカリッとしていて、美味しくいただけます。そしてね、やっぱりあのこのお味噌汁がね非常に進みましたね。今回せっかくね食べ放題なんで、もう皆さんこの動画ではご飯とお味噌汁を一体何杯ね、おかわりするかっていうのもね、注目していただけると嬉しく思います。そうこうしているうちにね、あっという間にご飯1杯目を完食でございます。ということでね、あのオーダーするとセル ではないんでね、ご飯とお味噌汁1杯ずつおかわりでございます。お味噌汁はね、当然のことながら2回目以降もね、しじみ汁でございます。キャベツの方はこのように別盛りでいただくことができました。続いてエビフライです。こちらタルタルソースがついているのも嬉しいポイントですよね。割とね、あの、太すぎるというわけではないんですけども、はい、あのいい大きさのねエビでございます。太さは正直そこまではないので、どちらかというと、正直な感想としては、食感を楽しむような感じでしょうかね、衣の。はい、そしてこちら、ね、桜エビのクリームコロッケということで、宣材写真にあった桜エビは正直確認ね、あの一匹一匹は確認できなかったんですけども、こちら、カニクリームコロッケにもちろんね同じ甲殻類なんで近いことは近いんですけど、エビの風味が非常にね豊かで、これ結構一押しでしたね。今回私、あのチーズ入りメンチと、このね、桜エビのクリームコロッケとエビフライ、そしてヒレカツ、ロースカツという5種類ね、あのこの一皿で、食べてるんですけども、その中でも一押しはこの桜エビのクリームコロッケでございます。そして今食べたのはおそらくヒレカツだと思うんですけども、ヒレカツもね、1枚が半分に切られてるので、あの相方複数でね行った時
等もですねシェアをしやすくて、これは嬉しいポイントですね。そして、キャベツ、先ほどはね柚子ドレッシングをかけて食べましたので、今回はソースをかけてみました。そしてねこの、繰り返しになるんですけども、この揚げ物麺をねいただく際も通常のソースで食べてみる、そして塩で食べてみる、そして醤油で食べてみる、少なくともねこの私はそれぞれ、3つのパターンでね楽しんでみました。結構ね本当に店員の方も言われてたんですけど、この桜えびのクリームコロッケはそのままでも割と味がしっかりしてるので、まずは何もつけずにね食べるというのもおすすめでございます。ちなみにこちらは貝殻の大きさが違っている変わったしじみ、そして一つだけ、異なる貝が入っているお味噌汁もございました。食べ続けます。ちなみにですね今回も5種類、メインを食べたわけなんですけども、一番のおすすめは、桜えびのクリームコロッケ、2番目はチーズ入りメンチかな、3番目はですねヒレカツで、4位タイということでエビフライとロースカツということにしておきます。すべてね美味しかったんですけども、ちなみにまたねお味噌汁と、はい、ご飯をおかわりしてますね。しじみもねたっぷり入っております。そしてですね話が戻るんですけども、エビフライとねロースカツが、4位タイというのはもちろん美味しいんですけども、衣のね主張が強いので、ロースカツは割と薄めだったこと、エビフライに関しては長さはそれなりにあったんですけど、割とね太さはなかったので、思った以上に、衣中心のね印象だったというところで4位タイにしているということでございます。こちら整理しますと、ご飯が今3杯目、お味噌汁も3杯目でございます。もうおかわりしてもねしじみがたっぷり入ってるんで、もうこれはすっごく私の中ではプラスのポイントですね。そうこうしてるうちにメインの揚げ物もねなくなってきましたね。もうこの時点でお腹はもうかなりいっぱいになってきております。はい、ちなみにおすすめの食べ方としては、例えばサザンカっていうこの盛り合わせだったらロースカツとヒレカツがチョイスできるんですよね。ですんで例えばもうね複数でいった場合、違う方がね、ヒレカツがついてるようなメニューを頼むんだったら、サザンカの方ではロースカツをチョイスするとね、シェアするとロースカツもヒレカツも食べられるということになりますんでね。そして締めはお味噌汁のしじみと無料の緑茶を使ってこのようにお茶漬けにして食べてみました。さっぱりしていて締めにバッチリですね。ということで今回はこのようにね、ご飯3杯とそしてお味噌汁は4杯、このようにしじみは貝塚のような量になってしまいました。本当にね店内の雰囲気もね和モダンという形でよくって、税込み1人当たり1380円でしたが、非常に満足のいくご飯となりました。皆さんもぜひチェックしてみてください。本日もご視聴ありがとうございました。